西村や三郎、西村や三郎4月26日から1981年4月23日は、大象から昭和時代の政治家、実業家。愛媛県八幡浜市長。愛媛県多額納税者。旧姓は本田ダ、幼名は、京霊。愛媛県東宇和郡宇和町久枝で、本田ダ恒の三男として生まれ、1908年、宇和島中学校卒業とともに、 ヤワタハマの祖宝家、西村家の西村久方に、養子入籍し、当主となる。第5高等学校を経て、1918年、東京帝国大学法学部を卒業し、2年間銀行に、勤めた後に郷里に戻り、家業を継ぎ、なお八三郎と改める。第29銀行取締役、ヤワタハマ信用金庫理事長、西上軍社会事業協会理事長、 総年団長などを歴任した後、1936年3月に、前、ヤワタハマ市長の坂井宗太郎が病没すると、第2代ヤワタハマ市長に就任。ヤワタハマ駅の開業、オース、ヤワタハマ線の改良、臨港道路の建設、港湾集築事業の推進、市営乗り合い自動車の開業などに尽力した。1940年3月に市長を退任。 他、八幡浜師団会長や、浦泉家炭鉱会支部長などを務めるなど、文化人としても活躍した。ありがとうございます。